皆さんこんばんは経営コンサルタントの永浦です今日は2023年8月19日土曜日でしたね皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか暑かったね一日ねもう朝ね8時からあの熱中症注意っていうのがね スマ,スマホに毎日送られてきますね気象庁からね「外出外出するな」っつってね「スポーツするな」っつってね外出するなっつってもねお仕事の人どうするんでしょうねまああの年寄りがねいるところはねなるべく外出させない方がいいですねやっぱり途中であの水分がなくなって死んじゃうかもしれないからね でまあ、うちもね、あのなるべくこうエアコンでつ家の中、ね、涼しくしてね、ばあちゃんには水をある程度飲んでもらって、ですねあの涼しくしてもらって、テレビ見たり、寝たり、ね、してもらっています。今日はね、あの甲子園が、ね、やってあ、ベスト4が出ましたね。いや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 、本当に、まあ今日東北勢をね、対戦させてかわいそうだったね。 仙台育英と、ね、花の巻、ね、両方強いのにねかわいそうだよまああと慶応がね最後逆転で勝ちましたねまああんまり見てなかったですけど第1試合だったからねまさか慶応が勝つと残るとは思わなかったね、まああと日大三高が残ったのかなあ負けたのかなちょっと覚えてないですけど。 なかなかいい試合でしたね、4 4つの今日4つの試合ね。明日はどうですかね、休みで、あさってからかな。まあ、あと 2, 2つで終わりですね、試合もね。準決勝で決勝ですよね。楽しみですね。まさか慶応が勝ったらすごいですね、まさかね。史上初かな、慶応が勝ったら。史上初かな、まさかの慶応ですよ。 そういう意味では明治なんて聞いたわけないですけどね。明大明治が出たとか、まあ、聞いたわけないね。明大中野が出たとかね。聞いたわけないですね。はぁ、あ。早稲田は結構出てたんだけど、最近出ないですね。早稲田実業とか。早稲田実業とか出ないですね。早稲田。早稲田出ないですね。 やっぱ監督とかね、あとはいい選手が入ってこないともう全然だめですよね、ピッチャーですよね、ピッチャーが入ってこないと全然だめだし、どうしても仙台育英とかね、まあ、あの毎年ね、あの毎年まあほぼほぼ必ず甲子園に出てる高校にみんな行きたいもんね、高校3年間しか、3年間のうち、まあ、 2年間ぐらいしかないからね、1年生から出させてもらうわけにいかないから、2回のチャンスしかないからね、その2回のチャンスでなんとか甲子園に出ると、でそこであのプロ野球選手にねあの、目をつけてもらうと、ね、そういうことですもんな、ね、んでだめなら大学行くしかないけど、大学なんか行きたくないもんね。 高校出てすぐににプロになりたいよね、契約金3000万年俸1億とかねルーキーでねだからみんな頑張って親もね頑張ってねなんとかして全財産かけてねなんとかしてねプロ野球選手になるんだと。 子供もね、張り切ってね甲子園行ってなるんだとでね大谷みたいにねアメリカ行ってね年収年俸90億になるんだといやー素晴らしいことですよ夢は広がるよね,ーねー日本でこそ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 さ日本にいてもたかが7億8億ぐらいでしょ年俸 アメ,アメリカに行けば90億ですからね。10倍ですからね。はあ、F1 サーキットの、F1 の選手もそのぐらいかな。うん、結構高いんだあれね。命がけだからね。F1 ね、うん。はい。それでドル円なんですけど、 ままあ落ちてきましたけどね戻したかなと思ったら昨日も落ちましたけど夜から朝にかけて戻したね少しねで僕の言った通りですね1時間足のこ200移動平均線ですね200移動平均線でタッチして上行ってるんですよねこれ上ですね来週からねうん だからまあこれは75でしょう。まあ焦がなくていいんですよ全然ね。うんこういうとこね。あのまあ最悪200移動平均線を抜いたら下かもしれないよって考えればいいくてちょうどねあの反発かなり大きな反発があってこれ来週上ですよね。 で、結局上かいって。なってね。これ、突き足ですけど、これ、前回高値が151でしょ。で、結局、こうなっちゃうね。突き足だと、まあ、ひげが出てるだけだから。上ひげが出てるだけだから、うん。え、なんか下がったの上がったの調整しただけだよね。足踏みしただけだよね。しかも、か、思ってないですよ。うん。誰もね。 週もそうですよちょっとひげ出ただけでさちょっと一呼吸しただけなんだよねそれで右往左往してねもうダメだとこの世の終わりだっつってねあの多くもいますよねビットコインも大騒ぎしてもうダメだと中国も大きな破産があったしねまあこれはこの世の終わりだっつこの世の終わりだっつってこうやってね いろん,んなあのインターネット上のいろんな情報を探してねこの,この,の <laughs> <laughs> この世の終わり情報しか目に入らなくなっちゃうんですけどそんなことはありませんこうよく見てこんなに落ちましたかこのもうちょこっとだけでこれヒゲだからねヒゲでちょこっと落ちただけでこんな落ちてないしここもこんな落ちてないでしょ こんなに落ちても上がるんだからね。<laughs> こんな落ちても上がるんだからね。下手すりゃこれ、こんなに落ちましたが、ちょこでしょ。こんなに落ちても上がるんだからね。こんなに落ちても上がるんだからね。全然大丈夫です。全然大丈夫です。平気のポンタ君先生です。はい。 下になんか行きません。200円超えていきます。言ったでしょ、最初に。だから目線は上だって。ねで今はわかんないよ、もう。ここまでは、ここまでは目線は上ね。上。ここら辺はね、いつ何時、いつ,いつ何時だって、ロング入れてれば大丈夫ですよ。これ、下行ってもね。で、あとはこう。 エリオタードがあるから、だから調整調、調整をつけなくちゃいけないとかあるから、変なところで、こんなところでエリ入れてもね、こんだけ調整かかるから、ただどうせ上行くからね、今今だったらこんだけ儲かってるわけでしょあ、っとか、こうか。か上なことは上なわけですよ。だからあんまり、レバレッジかけないでね、ロング持てば、どこで、ここでロング持ったって大丈夫だから、どうせ上行くんだから。 うん、まあそのね信じる心を忘れないようにしないといけないしそのためにはレバレッジを低くしないといけないしねわかるでしょビットコインもねビットコインもグって下がってますけど、まあ、大したことはないですよね はい大したことありません。だからどうしたのって感じですよね。うん下がってうち入んないこれね。下がってうち入りませんこ。こんな下がりましたかと。 こんな下がりましたかチョコだけでしょチョコだけでしょこれが、ああ、もうビットコイン終わりだ、仮想通貨終わりだって、ね、全然終わんないから。だって、こん、こんなに下がったところで、ほん上行くんだから。ね、こうやってね。ただの、ただの一呼吸置いただけですよ、これ。上です、これ。はい、上ですから。 年末ね2000万円いくって話ですからねうんまあ2.5倍ぐらいいくでしょそれはね2.5倍ぐらいそん,そんなつまんない投資だ俺はちょっとビットコイン投資はやんないかもしれないな2.5倍しかならないんだったら、うん、だって1000円投資して2500円しかならないんだようん 一万円投資、一万円かビットコイン1万円買っても2万5千円しかならないんだよちょっとできないな今からはな、はあ、そうしたら仮想通あ FX でさスケルピングであの回転させればあっという間に5億6億ってなるからねまあ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 それでいいとしてね そうですね、今日はいろいろ食べましたけど、うん、まあベジキャベツってのを食べましたね今日で、ねえー、あの二郎系ラーメンでラーメンじゃないんですよねあの上の今、まあ、野菜炒めなんですよね、うん、キャベツともやしの野菜炒めに背脂がいっぱい入っててにんにくがにんにく入ってて肉が入って、ね 自動系みたいな味な味んですよね上だけあとご飯で食べるとか上で下は焼きそばとかねそんな感じのがあるんですよ。ベジキャベとかいうとこはねそれ松戸にもできたんですけど最近実家の近くにもできて今日あの注文したんですよねあの宅配便でね宅配でねそしたらうまかったね、まあ、びっくりするのが分かったけど。 びっくりするほどあのニンニクの匂いがものすごくかかったですねいちこれであのやられましたね体がねうんでちょっと寝いみましたよご飯食べてね母ちゃんと2人で食べましたけどもう多いんだよねあのご飯もすごく多いし野菜食べもすごく多くて1人じゃ食べられないんですよ 二人でで個っていいですよトンカツなんかもねあの1人じゃ食べられないんでね、うん、あの6切れ入ってるんですよねロースカツがねで1個1個が大きいからさでいつも半分して3つ3つ三切れずつ食べるんですけどでご飯は母ちゃんは半分も,たもう食べられないんですよね。 うん、あの、だからいつも1個だけ頼んでねカつ丼かわいそうな貧乏人だと思うじゃないすごい巨大なんだよね、うん、だからいいですよ結構1個、ね、でっかいからねうん1200円ぐらいするかな送料も込めてね <laughs> 実質一人600円だけどさまあ安い方ですよねうんライフとか行っちゃうとさライフとかねあのイオンとか行っちゃうといろんなの買っちゃうからねお弁当以外にねジュース買ったりおかしかったりさいろんなの買っちゃってまあ、人一人千円はくだらないよねコンビニもね実際問題なんか買っちゃうんだよね実際問題ねあれがよくないよねうんあと今日ちょっとお米も買ってみました まあ、あの東京都からもらったね、ここ米はまだあるんですよ。だからね、美味しくないんだ、これが。文句言っちゃいけないけどさ、本当に、もうなんか、お米のさ、粒もちっちゃいし、だから、パっサなんだよね、ここ米ね。洗って食べるのもさ、大変だからさ、無洗米買ってきちゃいましたの新潟のね、無洗米買ってきちゃいました。 新しいやついや明日からそれ食べますもう東京都のねあ無料配布してるねここまでがね美味しくないんだよこれがさあの食料支援っつってね今た高いじゃないですか食料がだから年寄りの家には無料でさ送られてくるのいろんなものがねまあ5万円が送られてくる時もあるしさそ米とか野菜とかねいろんなもの送られてくる、うんだけど。 ご飯はまずい。ほんとに、こまえは、こまえ、ここまえね。あんまりと怒られちゃうから言わないけど、悲しいよね。ご飯のね、なんかバサバサバサーって粒みたいにさ、バリバリバリって割れたようなものがいっぱい入ってんだ、ね、よあれ。あれ、なんかプラスチックなのかな、あれ。なんか嫌だよね、ほんとに。まずい、<laughs> はい、ル円はねだから明日から上ですよねまあ週が週が変わるんでねこれいいと思いますけどまあこれ3十1 5本石で75糸平均線を上抜上抜けてますからずんずんずんとん上いっちゃいました、ね、これねずんずんずん,んこうやってここね一回上抜,上抜けたんだけど失敗したね 今回は上のけどね、うん。うん。いいと思いますあ。こう上ですね。ずーっと上いっちゃう。だから、ショートれてる人は、露天してロングにしないとね、当時も長くなくなっちゃいますからね。気をつけてくださいよ。はい。出したらね、 まあ松戸の家にちょっと遊眠物取りに行ってすぐ帰ってくるかなと思いますけどねあ,あとこっちの実家の方では棚を買いましたカラーボックスね1480円の1480円の <laughs> 棚をねアマゾンで一個買ってみましたあの会社の決算の資料とかね年末調整の資料がもう山ほどになっちゃっててあの置き場所なくなったからちょっと棚買わないとさ 縦にそれを収納しないといけないから良ければね、良ければちょっとあと3つぐらい買わないといけないからね。はい、そんな感じかな。まあ、あとね、最近また UFO とかね、宇宙人とか興味が,興味が出てきましたね。YouTube で見たりしてますよ。ニコラ・テスラとかね。 ななかなか面白いよ、ね、うん昔の話とかね、まあ、最近やっぱり面白かったのはやっぱり「あアレクサンドリア」うんじゃなくてなんだっけそうそうそうねちょっとあの巨人とかねあの、うん、200年前の話とかね興味ありますね。 まあ、あのーまあ、僕のほうもねちょっと FX の神様にお願いしてですねそろそろ相場入れてくださいとそどうするんですかね,そね返事が返ってこなかったらだめなのかなそれとも返事が返ってこないってことはやってもいいってことなのかなわかんないんですけども。 <laughs> はいそれではねちょっとね今回はこの辺でねちょっと眠くなっちゃったんでね この辺で終わりにしようと思いますけれども、いかがですか。眠、まあ、くなったら眠くなったって言ってもねあの、すぐ寝るわけじゃないんですよね。はい。あの、もう一回起きてですね、ネットフリックス見たり、YouTube 見たり、このテレビの方でね、見るんですけど、テレビはね、いいよ。4K 対応だからね、あの画像がきれい。iPhone も 4K 対応なんだけどね、iPhone もきれいなんでしょうね。まあ、テレビで見ると、 ねいろんな人が 4K で iPhone で撮ってるでしょ画像をアップロードしてるじゃないだからすっごい綺麗なんだよねテレビでね普通のテレビはさテレビ局の映像っていうのはハイビジョンなんですよだから 4K の2分の1なんですよね美しさがねだからあんまり綺麗じゃないよねニュースとかねうんでも iPhone はね 4K だからすごい綺麗ああいいよー それではね、どうもありがとうございました。また明日ね、重要なお話をしたいと思います。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。おやすみなさい。バイバーイ。